おっす。ということで、どうもこんにちは、コージです。ということでね、本日もやっていきたいと思います。今日はね、結構いろんな積もり積もったお話があるんですけども、まずクラウドファンディング僕やってたんですけども、あれがですね、無事に昨日かな、昨日一昨日ぐらいかな、終わったんですけども、なんとね、713%の達成率っていうことで、もうめちゃくちゃとんでもない感じでですね、達成できたということで、これにね、参加してくださった皆様、本当にありがとうございます。本当にこう、日本に対して文化を継承したいなっていうふうに思ってくれてる人が、たくさんいて、すごく嬉しいなと思います。で、もちろんですけども、その分たくさんの人が参加してくれた分ですね、多くの金額が集まったので、結構いろんなことが展開できるかなというふうに思ってて、それ相応にね、T シャツとかマグカップとかいろんなものをこう作るっていうところも同時にこう比率がこう増えてきてるんで、そこにもこう使用されるんですけども、あとはですね、ここからその、蓮水さんとかのね、この日本の文化をこう継承してやってる人たちが、よりもっと多くの人たちにこう知ってもらえるような感じの展開をですね、こう組めるように、頑張っていきたいかなというふうに思ってます。と、あとですね、ちょうどその僕一昨日ですけども、伊勢神宮に行ってきたんですよ。この日はですね、もう皆さんも知ってると思うんですけども、その夏至っていう日と、あとはその部分日食ですね、この夏至とですね、部分日食っていうのがこう重なる日っていうのが300何年ぶりっていうね、かなり珍しい時だったんですけども、ちょうどその日にですね、伊勢神宮に行ってきたと。もともとそこを狙ったわけじゃなくて、たまたま休みだったんで、こう彼女と伊勢神宮行こうかっていう話をしてて、で、伊勢神宮行ったことないから調べてたんですよ。で、調べてたらこうニュース記事とかこう見えて、で、そこにこうなんか日食って書いてあって、あ、日食なんだと。で、そしたらこうね、月がこう太陽を覆い隠すみたいなね、感じで、部分日食なんで全部は隠れてないですけども、そういう現象が起きて300何年ぶりですよと。で、さらにはこう夏至、365日通して一番夏としてのね、こうに日の光が一番こう照らされてる日だったんですね。で、ここに対して日食が起きるっていうね。だから、スピリチュアル界隈とか、あとは占星術的な界隈とかでだと、二元論になりがちなところもあるんですけども、いいことが起こるとか不吉な予感とかね、これは人それぞれによって考え方がこう違うんですけども、僕はですね、ずっとこの言霊学でやってるように、物事がこう新しいものがポンと生まれるときには陰と陽のぶつかり合いがあって、そこはゼロポイントになっていて、そこから新しいものがポンと生まれるっていうね、こういう話してきたんですけども、それにですね、もう完全に合致してる日だなと。で、もう実際に行ったらですね、やっぱり本当にすごく意図的に作られていて、伊勢神宮っていうのはね、その手前に、下宮と内宮っていうのが両方あるんですけども、そこの内宮のこう入り口のところにですね、伊豆津川っていうね、川があるんですけども、この伊豆津っていうのはですね、そもそも鈴っていうのがあるんですけど、こう鈴って人間のですね、口の形をして人間が声を発してるよっていうところの由来で作られてるんですよ。人間の口腔内っていうかね、人間の口を表してるわけですね、鈴が。で、そこに、いすずっていう、50って書いて鈴なんですね。つまり、言霊のですね、50音がここに隠れてますよっていうことをこう、言ってるわけですね。で、このいすず川っていうのが、また、いわゆるその人間の口腔内を表していることなんで、人間のですね、言葉を発するときっていうのは舌をかき鳴らして、言葉をね、こうポンって発するんですけども、それっていうのは、やっぱりその、若干のこの、なんていうんですか、ベロとかがですね、こう濡れてないといけないですね、よだれというか、よだれって言ったらなんかちょっとね、表現があれかもしれないですけど、適切ではないかもしれないんですけども、湿ってないと、ちゃんと湿ってないと、口が乾いてるとね、言葉っていうのはこう出ないわけですよね。で、そういったところをですね、こうちゃんと伊勢津川で表していると。僕はですね、この言霊の世界において、あと和の間の中にですね、8個の並びがあって、これをですね、不韻って言って、父の因と書いて、それがこう母因にくっついていくことで現象子因として、物質界を占める子が生まれますよって、そういう話をしてたんですけども、この伊豆津川がですね、その八不因を示すかのようにですね、8本の柱がこう立ってるわけですよ、川の中にね、バーンと立っていて、で、そこはこう 川の流れがすごく緩やかで、何も音が鳴ってないんですよ。これを通ってすぐ橋があるんですね。この橋の
を越えてですね、こっちの反対側から今度川を眺めると、一気にこの下からですね、人間の下のこうボコボコ、下ってよく見るとこうボコ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 してるんですけども、あれを再現してるかのようにですね、石がですねバーッと敷いてあるんですよ。そこを水が通っていくとザーッと音が鳴るようになってるんですね。でそこから川の音が、せせらぎがこう聞けるっていう状態になってるんですね。だからこれは、人間の航空内を表しているっていう、いすずっていうね、名前と、その川の役割を持って八風院を表す木を立てて、でそこから舌を表す石をいっぱいこう並べて、水から音が鳴るようにですね、あそこで仕掛けてあるんですよ。まあ、こういうこととかをですね、実際にこう目でね確認して、わこれはもうとんでもないなというところでね、かなりこう感動して、中に入ってって、でまあアマテラスとかもそうですけども、まあ参拝して、いろいろやってきたんですけども、で今日はですね、こういった話の展開なんですけども、これから先ですね、これ本当に今のこの神話のシーンでいうとですね、天の岩戸隠れが起こってスサノオが改心していくっていう、ここの領域にまでですね到達してきてるんですね、いよいよ。でちょうど、そのゼロポイントフィールドとして、太陽とね月がこう重なったっていうところで、まあ、僕すごく体感して感じてきましたけれども、確実にですね、今のこの文明はもう終わりますと。で新しいところに行くんですよ。今はその創国の時代、動乱の時代として、陰陽がすごくぶつかり合っていると。でこのぶつかり合ったところでですね、どっちかが勝つっていう話じゃないですね。善と悪がぶつかり合って最終的に善が勝つんですけども、今争ってる善と悪の戦いがどっちかが勝つっていう話じゃなくて、こことここの双方がぶつかって両方ぶっ壊れるんですよ。両方ぶっ壊れて新しい第三の道が生まれるっていうね、こういう展開になるんですね。これがいわゆるこのね、陰と陽がこうぶつかった時に新しい音が出るっていうね、 ここに今行くわけですね。なので、この今あるですね既存の文明というのは、もう間もなくですねぶっ壊れますと。で新しい文明がですねスタートするっていう、でその地となるのがですねやっぱここ日本なんですよ。なので、僕結構前の動画でこれから日本株が上がってきたらそこはもう注目ですというふうに言ってきたんですけども、まあ今はこう上がってきてると、経済がですね全部崩壊して、で新しい価値観にですね全部生まれ変わるんですね。というのはね、まずこの経済が壊れて、今まで例えば経済を支えてるのって投資家だったんですよ。ほとんどが巨額の資金を動かす投資家とかがこうバッと入ってたんですけども、これ時代がこう一気にバーンって展開するとですね、これ全部なくなってですね、民衆が一番上に立つっていうかね、民衆で作り上げる新しい文明になるわけですね。一つのね企業にしたって、一つの会社にしたって、組織にしたって、コミュニティにしたって、支えるのは民衆っていうことになるんですね。で今まで例えば既存として存在してた既得権益だったり、こういうのも全部崩れるんで、例えばですけども、分かりやすく言えば中央集権だったんですね、今までっていうのは。この中央集権体制だったんですけど、これ全部ぶっ壊れるんですよ。で中央集権じゃなくなって分散型になるんですね。なんでブロックチェーンとかはですねもう本格的に応用されていくんですね。でこれが応用されることによって、まだ欠陥ってもちろんあると思いますけれども、長く継続していくことによって、改めていって、どんどんいいものが作られていくっていうね、こういう社会に、なってきます。なんで今まであったもののですね、反対側を見れば答えがおのずと出てくるんですね。団体主義でね、権益主義だったと。で組織のデカさによって権威があったりとかね、そういったものっていうのが全部崩れて、一個人になると。そして分散型になってコミュニティ型になると。経済が第一優先だったんですけど、これが全部ひっくり返るんで、経済がですね一番下に来るんですね。でこれどういうことかっていうと、僕言霊の世界でも言ってますけれども、天津太乗りと御図っていう、そこの、理想の並びの社会が到来しますよと。まあそこに到来することによって弥勒の世っていうのが来るんですよって話してるんですけども、まあ、これっていうのは今はあいうえおっていう、この真ん中にうが来てる、このうっていうのは人間の欲望なんですね。でこの欲望っていうのを社会的にマクロ的に見ていくと産業に発展するわけですね。人間のその欲望があるからこそ産業っていうのが発展していくっていうね、こういう流れがあるんですけども、ここの真ん中の欲望っていうものをですね一番下に持ってこないといけないと。でそうすると一番この真ん中に中心に来るのが何かっていうと、道徳実践地っていうね、今この瞬間において、今この瞬間ですよ。だからもう過去とか未来とか関係ないんですよ。今この瞬間において何が一番適切であろうかっていうね、それを道徳的にこう実践していくっていう、この社会が到来すると。でその下にですね、それが行えるようにですね、インフラが整ってなきゃいけないと。だから人間が道徳的になれるにはインフラが整ってないといけないと。これはどういうことかっていうと、いわゆるその生きるために
あの生活費を稼ぐために飯を食うために働きに出なきゃいけないみたいな、こういう制限があったら人間っていうのは道徳的な社会っていうのはなかなか到達できないですね。まあ一部では金持ってる人はできるかもしれないですけども、でもそうではなかったと。で、その結果ですね、今この地球がすごい大変なことになっていて、この社会がですね終わるわけですね。なんで人間が道徳的になれるようにですね、その下にテクノロジーを置くんですよ。だから今までっていうのはあのテクノロジーっていうのはすごくこうなんか危険であって、で破滅的であって、これは兵器だということをですね、自分たちで作っておきながらもそういうことを平気でこう言ってくるようなあの、ね、社会だったんですけども、それっていうのがこう転換するわけですね。で一気に人間の下に置くわけですね。だから今までの都市伝説とかだと人間の上に置く存在が、人工知能とかね、こう言われてたわけなんですけども、あくまで人間の下なんですよ。っていうのは人間の知性をね、あの精神的な領域をですね、絶対に人工知能は超えられないっていうねことがもうあの分かってるからなんですよ。これっていうのはですね、あのこの神話におけるね、高天原日本にはですね、絶対に到達できない地引きの石っていうのが置いてあって、精神領域に絶対に到達できないっていうね、黄泉の国っていう概念が出てきて、そっちにイザナミがいるんですけども、高天原にこうイザナギがいて、世持つ国にですね、あのイザナミがいると。でイザナミっていうのはこれ結局世持つ外国のことなんですね。で海を統治するそのスサノオでもあるんですけども、ここの領域に対してですね、絶対に超えられない地引きの石っていうのをここにバーンと敷いてあるんですよ。でこれっていうのが科学でどんだけ発展しようとも、あの人間のこの日本人がね、こう古代から作り出してきた、日本語の構成によるこの精神の50個の構成っていうね、ここに到達することは、科学でそこに到達するのは絶対に無理っていうことで、地引きの石っていうのを置いたんですね。じゃあどうなるかっていうと、西洋っていうのはテクノロジーを超えて、まあ、ずっとこうやってやってきましたと。でシンギュラリティに向かうぐらいまでの究極にまで発達して、量子力学によってこれからね、先ビッグバンがどうやって起こったのかっていうところをこう探求していくっていう段階に入ってるんですけども、その前にこのグノーシス主義っていうねところの展開になってきて、人間っていうのはこの物質が悪であって、あの精神的なものが善であるっていうね考え方にようやく向こう達したわけですね。でここに達したことによって、ようやく地引きの石のですね入り口を開けられるんですよ。つまりこれは天の岩と、開きのね展開にこうなってくるっていうね話なんですけども、じゃあその前にこう何が起こるかっていうと、スサノオがですね泣きわめいて暴れるんですよ。でスサノオがこう暴れるとですね、まあアマテラス大神は一回隠れることになるんですね。でこれが何かっていうと、これはあの災害なんですよ。災害だから、いわゆるその経済が崩壊するっていうのも災害の一つとして捉えてもいいと思いますし、それ以外にもですね、日本ではまだまだ災害っていうのが残ってるんですね。この災害を超えて新しく天の岩戸が開いていくっていう話になってくるわけですね。じゃあその災害をですね、災害つってもいろいろ考えられますよ。今軍事的な動きとかも活発になってると。であとはこう地震ですね。で地震が起きたらやっぱり次っていうのはこう津波なんですよ。あともう一つ、台風によるですね、気候変動による、東京はね特に津波よりもですね洪水の被害の方が大変なんですね。でこれら全ての災害をですね守ってくれる地が、いわゆる地引きの石を敷いて置いてあると、日本に、ね、あるんですよ。でそこの場所がどこかっていうと、スサノオ神社っていうね神社なんですね。つまりこのスサノオ神社っていうのは、先祖代々から、日本で起こってきたあらゆる災害、もう洪水だけに限らず津波被害とか、爆弾がこう落とされた時に生き残ってた場所とか、そういったあの山崩れとかがあった時にギリギリここまでは到達しなかったっていう、ここのゼロポイントの場所にスサノオ神社っていうのが建てられてるんですね。だからこれはもう明確にあの東日本大震災の時とかにも、あのどっかのなんとか大学忘れちゃったけど、大学がもう研究してて、あの被災してる神社と被災してない神社っていうのがあるんですけども、被災しなかったっていうね、津波が到達しなかった神社っていうのは全部スサノオ神社なんですね。だからあの他のアマテラスとか稲荷神社とか、他のその他の神様を扱ってるところっていうのは大体みんな沈んじゃうんですよ。沈んで影響を受けちゃうんですけども、スサノオ神社だけはそういう地引きの石を置くためにそこにこうゼロポイントとして作られてるんで、そこはですね被害が及ばないっていうねところの明確に分けられて作られてるんですね。だからこれから先のですね災害が起こるって言った時に、どこに避難すればいいのかって言ったら、近所にスサノオ神社を祀ってるところを探しておくっていうね、ここにみんな集合場所を決めて集合するっていう、これを心がけておけば、まず災害によって自分たちの身は確保できると。でこのスサノオ神社に逃げて、ここでまず助かりましたと。でこっから天の岩戸を開くために産業を、新しいものを発展させていくと。ここに出てくるのが雨のうずめの御事っていうね、神様なんですけども、この雨のうずめの御事っていうのは、芸能の神様っていう風に今定着してますけども、これもともとですね動力の神様なんですね。動力、いわゆる動きを出すっていうね、
あのなんで、まあ、言い換えれば別にあの産業の神様とも言えるんですけども、まあ、新しいそこからですね創造されて、ここにいわゆるその破壊があった土地にですねあの新しいものを作りましょうと、この産業をですね確定して、例えばここからここまでをこう商店街を作りましょうとかね、こういう話になった時とかに建てられるのが、雨のうずめの御事っていう神社なんですね。もうこういう社会に新しい社会にしようっていう風に作り出したところにこの雨のうずめっていうものを建てて作っていくっていうね、そのために古事記の神話の中でも、そのアマテラスの岩戸開きの時にこの雨のうずめの御事っていうのが踊るね神様として出てくるわけですね。八百万の神様っていうものが全部剣として相談して新しい文明を作るっていうことで天の岩戸開きっていうね感じになってくる。ここがいわゆる、本当の意味での文明の転換っていう新しい社会の到来っていうねことになってくると。でそうなってくるとどうなるかっていうと、あの人間のこの社会っていうのがあのさっき言った通り産業っていうのが一番下、欲望を一番下に置くっていうね、だから真ん中に来るのが実践時の絵なんですけども、これはこう発展すると何かっていうと、まあ道徳的な社会ってことですね。で道徳っていうのは道を解くってことなんで、この道というのはですね人間の生命なんですね、命なんですよ。なんであの命が一番大事になると。で次に生活なんですね。でこの生活のインフラを敷くのはテクノロジーなんですよ。この下に産業である欲望を持ってくると。そうするといわゆるここの真ん中のいわゆるテクノロジーがですね人間を労働からまず解放すると。この労働をですね肩代わりとして人工知能とか機械とかロボットが、田畑をね耕したりだとか、まあ、いろんな生産に関してここは全部自動的にやると。そうすると僕らっていうのは食うために働いてとか、そのために競争して、そのために他者を追い抜いてとかっていう、こういう競争社会じゃなくなるんで、欲望っていうものの産業がですね一番下に来るんですね。この3つを三柱の渦巫女って言って、桃の子3つっていう形でですね、この3つをですね最高の規範として並べていると。人類最高のね規範っていう新しい世界文明の始まりっていうねことになってくるんですけど、桃の子3つって、ここの3層の重なりが三十と書いてね三重なんですよ。なんで三重県にあのアマテラスが祀られているっていうのはここにもこういう意味があるっていうねことなんですね。まあこういう話っていうのはちょっと尽きないのでね、今日はこの辺までにしたいと思うんですけども、あの要はこれから来る災害に関して押さえておくべき神社はですねスサノオ神社ということで、身の回りのスサノオ神社というのを確実に押さえておいてくださいと。で科学的根拠はっていうふうに言ってるような人たちが全部淘汰されていくんで、あのもうこういう展開なんですよ。向こうもですね科学的根拠をもう今頼りにしてないんですね。グノーシス主義って言って精神の方を大切にしていると。で日本はもともと精神国家なんで、あのそういったところでですね新しい文明にスタートしていくんで、科学的根拠をですね求めてる人っていうのがこれから時代に乗り遅れていってしまうので気をつけてくださいということで、本日はここまでになります。よかったらですねチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、また次回お会いしましょう。バイ。